初太よぎりさんとお姉さんの出会い、即死チート第5話の反応集&感想どうぞ。とんでもないとこ走ってる。 SUV 運転からのスタート。マミと運転しろ。壇ノ浦さんは君運転はあかん。壇ノ浦さんとドライブデートしたいよ。初運転が走行車で参道なのやべえよ。壇ノ浦さんの格好がエチ。よく寝てられるな。夢の中でだけ会えるショタ。誰だこの可愛いお姉さんは。このお姉さんは死なないでほしい。名刺渡してるみたいに見えるけど。ありがとうヒルクライムオープニング。おっこ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 。オープニングに出てるの全員死んでるのじわじわくる。3話4話以降だとオープニングの印象が変わってくるな。15周年アルバムを即死チートで飾るの。ヒルクライムさんは本場もんのアーティストや。回想編突入かな。最終面接会場、みんなのトラウマ。就業中に死んでも文句は言いませんっていう誓約書。嫌すぎる誓約書だ。組織の話なんだね。また画面の隅が暗くなってる。立派なやつは自分で自分を立派なんて言わない。怪人開発部かな。簡単に言いすぎだろ。ホワイトルームじゃなくてダークギャザリングかよ。こんなマトリックスみたいなお経あるんだ。お経通用するんだ。お経廊下とかそっちの方が呪われそうだよ。私はアルファであり、オメガである。ご存知なわけないでしょ。視聴者の感想。ギリシャ文字の最初と最後を意味するアルファオメガ。作業指示書はちゃんとあるんだ。地下に潜りすぎだろ。どこのバイオ設定だよ。教員免許持ってれば化け物の世話もできる。便利な教員免許やめろ。ただの教員免許持ちに任せていい仕事じゃねえ。選考基準ガバガバすぎるな。やっぱ教員免許は強強資格なんですね。なおブラック。投げやり反射メガネ。他人事だと思ってるな。完全に丸投げスタイル。即死能力は確かに選別される危険性高い。この世界で教員免許なんて何の役にも立てたんだろう。そんな開閉式なのか。扉真ん中のハンドルみたいなのは何やったんや。はてさて一体何が出てくるのやら。お気楽に人類最強をあてがうのか。人類滅亡したらあんたも死ぬけどな。なんだよこのどこでもドア。何その異空間。地図雑すぎるだろ。お前か。あーい。そして出会ったチートくんの幼少期。初手でそんな顔。めっちゃ乱暴に扱うやん。投げる方がおかしいだろ。可愛くない声出すなよ。これでよく即死されなかったな。カブトバにはキャッチ&リリースだぞ。この女教師も大概かっ飛んでやがる。さっきまでの朝霧さんどこ行った。やっぱ教師はこれくらいじゃないと務まらないよね。なんだよこの黒いやつ。そっすか、じゃないんだわ。幼少期から即死チート発動させてますね。元の世界も普通にヤバい化け物大王よ。いるんかい。異世界じゃないのにナチュラルに悪霊が存在してるのなんなんだ。初太よぎり可愛いね。よぎりくん、多分引っ張ってくれる人が欲しいのかな。アルファオメガ、すっごい強そう。おやしろ様、なんちょ。お隠し様って名前もまんまだな。もともとは名前なかったのね。高藤くん、ムーリー、ウマ娘。高藤さんもエモエすぎる。無理とか言ってないで食材あるんだからなんとかしろ。食材は豊富にあるのか。入浴来たん。ご飯と帰りから高藤さんもお風呂入って。いや、飯テロだ。サンキューカップヌードル。家事スキルゼロか。カップ麺だけだと栄養が。食事というか生命維持はどうしてたんだ。お母さんみたいなリアクションされましても。お前がママになるんだよ。謎の犬イメージ。犬の名前つけたんか。よぎりって犬が元ネタかよ。マルゼンスキー3両でママになる。そのままキスしろ。チートくんの人格があんな感じなのはこういう生い立ちだからなのか。即死チート特有の画面の周囲黒ボケだから意味のない不穏な影をつけんじゃないよ。体育会系の初手と握手。よろろそう願いするます。おかしい。即死チートのくせにめちゃくちゃハートフルな少年と教師の物語だ。という夢を見たのさ。そしてアバンに戻って現在に至る。
壇ノ浦流運転術ってなんだよ。壇ノ浦さんの肌色部分に目が行ってしまう。横から見るとすごいっす。米将だな。壇ノ浦さんのツッコミたっぷりで早速ニコニコです。後ろ後ろ、なんだこのドラゴン。なんでドラゴンいるんだよ。バイバーンじゃなくて。当然のようにドラゴンを倒せる。グオーの群れ来た。めっちゃ弱そうなひょろがりドラゴンくん。ちゃんと即死できてよかったな。ドラゴンスナック感覚で来て簡単に死ぬ。ドラゴンの命がすごい勢いで粗末にされていく。大量のドラゴンはあっけなく殺すのすごいよな。とりあえずバトルパートは異世界もの過去最高の速度で終わらせれるアニメ。ドラゴンを殺虫剤の CM みたいって。殺虫剤の CM みたいにコロリは草。ゴールデンサンダードラゴンって感じのやつ来た。なんか大ボスみたいなのが来た。なんだこのゴールドなユニークは。おね初対アイキャッチ。今回は家じゃなそうなアイパートアイキャッチ。可愛い娘アイキャッチ。今日の被害者かアイキャッチ。こっちかこっちが即死するのか。喋った。ぴょこぴょこ飛んでてくさ。羽ばたきがせわしないな。羽ばたく必要ないんだ。富田プロのツッコミやざす。ブリキター。そしてなぜか突然の幼女登場。なんか可愛い子になった。なんか急にロリになったが。異世界没亡主義設定。異世界ではよくあるやつだからって省略するな。ギフト殺人給金か。この子だけは殺さないでほしい。このアニメ橋が暗くなるのなんなんだよ。このロリ必死だな。眉毛の形がいいですね。道案内してくれるのか。未開の地だしナビゲーターは便利かもね。アキラちゃんかわよ。アキラちゃん死なないで。真ん中のシートベルトどうなってんの。あ、こいつらは死にそう。バトルロワイヤルでも始めるのか。開いた口が塞がらないモブくん面白い。皆殺しにしなくてはいけない展開だけは勘弁やぞ。本日の犠牲者っぽい一般男性さん。なんだこのおっさんは。こちらが牽制ですか。殺し合い始まる。早速この治安の悪さ。殺し合いが無理やりすぎだろ。モブが雑にモブ殺し始めた。とんでもねえやつで笑った。どうあがいても殺し合わせたいの笑う。主人公が能力使わんでも周囲の奴らもまあまあ人殺すんだよな。人が殺し合うのをこの程度と言えるアニメ。なんかまともそうなイケメンが来た。まともそうな人は多分ろくな目に合わない。どっちみち殺してるやん。命の価値が軽い。作画も軽い。とりあえず裏の奴皆殺し。あっさりやられるモブかわいそう。だからその黒い光は何なんだよ。モザイク来たー。モザイクが這いつくばってきた。モザイクが赤すぎる。なんだこの石は。わび石がそこら辺に落ちてるってどういう状況だよ。ソシャゲのわび石プレゼント演出、そんなものはない。わび石で復活した。戦闘不能回復アイテムかよ。まともな人が少なすぎる。ひっつくろりっこは可愛いぞ。アティラさんのお願いなら断れないな。こいつ即死させるかめんどくさがるかしかない。半分どころか4人になってて草。長めのツッコミも流れるようにこなす。ミュート見たツッコミの勢いがありすぎる。初対面相手にも容赦ないツッコミする壇ノ浦さんが好き。友達に誘われてくるなよ。封印されている魔人。異世界おなじみの不穏な説明。ガチャも回せるのかよ。本当の意味でのわび石。当たり前のようにガチャって単語使うの笑う。本当にそういう意味のわび石なんだ。治癒能力に対してガチャがしょぼすぎるだろ。全力ツッコミ笑た。世界観がもうよくわからなすぎる。わび石とカチーとアイテムすぎだろ。貴重品をガチャで浪費すんな。どんだけはビーシもらってんだよ。たわしきた。そんな SSR みたいな演出でたわし出すな。代表的なハズレアイテム。10連したら1個当たるものでは。急なソシャゲ要素本と笑う。そんなゴミに使ってよかったのか。はビーシがデイリーでもらえるのか。0時になるとはビーシ追加とかログインボーナスかよ。嬉しくないキラキラ。来たね。ルルちゃんに続いてこっちもゲインかよ。壇ノ浦さんのオートは見れないのか。
何その素晴らしいアビー氏。アビー氏が便利すぎるわ。無駄遣いしていいのか。殺したな、こいつ。正気を消したか。アキラさんいなくなっちゃった。ある意味アキラちゃん生存フラグだ。エレベーターアワーになってるが。エレベーター何人乗りだよ。かつての戦いの痕跡がまんま残ってるのか。これ絶対入ってるよね、剣先が。塔登る必要あった。フレデリカさん、即死モブ。また数分で消えそうなキャラが。なんだこのへそ出しは。一巻の終わり、終わらない。と思ったら安心設計の結界だった。領域展開みたいな結界だな。白髪パッツンさんかわいい。登ってきたのにまた降りるのかよ。塔の頂上から下を目指すタイプのダンジョンは新しい。謎クエスト始まった。外から死ねと言って終わらせるんじゃねえか。ハンター試験すぎる。ハーレムで参加してるのなんだよ。じゃんじゃかキャラ出てくるけど速攻消えていくんでしょうね。何やらかしたんだよ。こいつやりやがったな。すでにやってたパターンか。高藤くんでもやっちゃったみたいな顔するんだな。ヒロインちゃんのツッコミがだんだん癖になってきてる自分がいる。さっきから壇ノ浦さんおもろい顔してんな。多分もうやっちゃったパターンだな。これで引っ張るのかよ。エンディング映像そういう意味か。ぶっ飛んでるから意外と面白いんだよなこの作品。出落ち作品かと思ったら結構面白いんだよなこれ。やっちまったカーが統一見解で笑う。実際バレバレなんだから伏せて力にする意味ないよな。アイキャッチの初太主人公可愛すぎるだろ。なんか反応に困る。っていうか毎回死ぬキャラまでいいえ。と言わんばかりにアイキャッチで目いっぱい可愛く描かれてるのが面白い。回想編かと思いきやあっさり現在に戻って新キャラが次から次へと。のじゃろりと魔法使いのメスガキが可愛かった。なかなか面白い能力だけどこいつだけ世界観おかしくない。石ためれば3ヶ月くらいで最高レア出るだろうから結構強い気がする。即やられてたしろくな装備持ってないから無駄に消費したり今までのガチャ全部外れたのか。一応試験台無しにしたら申し訳なさそうにするような気持ちが主人公にもあったんだな。社会生活が遅れる程度には教育したんでしょうよ。お姉さんが即死チートなのに俺またやっちゃいましたみたいな不快感を抱かないのは倫理観を持ってるからかな。ありがとう朝霧さん。即死チート第5話視聴させていただきました。先週の続きで壇ノ浦さん SUV 運転道中と思ったら結構よぎりさんの過去話で尺を取った前半、面接で採用されたお姉さんがなんだかんだ文句言いながらもパワフルで明るいのがよぎりくんにとって救われたって感じのいい話だな的な話ですが、この頃から即死チートの術を持ってたし、なんかわけわからん悪霊みたいなのがいるし、そもそもあの日暮らしの泣く頃にみたいな世界は何なんだよってまだまだ謎はつきません。そもそも即死チートって転生したから身についたもんじゃないの、初太時代から持ってる謎。数話前の過去話ではこの研究所の人たちを皆殺しにしてお姉さんと一緒に脱出してましたよね。そこから二人で暮らして高校生になり異世界に巻き込まれたってことですかね。そんな単純な話じゃない。そして後半は異世界あるあるのドラゴンが可愛い幼女になり、これまたあるあるのハンター試験みたいなのが始まりました。下半身モザイクでグロくなりながらもアビー氏とかガチャとか言ってるこいつにはさすがに笑わざるを得ない。10連ガチャとかいう単語が当たり前に飛び交うこの世界の倫理観がちょっとバグりすぎてますね。しかし壇ノ浦さんのツッコミが今回はいつにも増して多くてキレキレでしたな。ジャンピングでツッコむところとか昭和のボケみたいだったし、長いツッコミもテンポが良くて素晴らしい。もはやこのツッコミを聞くために見てるまである。おまけになんか壇ノ浦さんの格好やたらエッチだし、最後はやっぱり正気というか封印されてる魔人も殺したって展開か。急にいなくなったアティラも何か関係あるんだろうか、それともすでに死んだか。というわけで即死チート第5話の感想でございました。なんか先週出てきたサムライガルとかロリ吸血鬼とかが全く出てこなかくて脱線してる感が半端ないけど、サブクエストみたいな感じでまだ面白く見れてます。よぎりくんの過去も気になるし、やっぱり面白いわこのアニメ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。